ある出来事に対し訴訟まで考えていたが、松本の言葉に救われた芸人は、松本の言葉で道が開けたスポーツ選手、松本の人柄に心が救われたアイドルとは、本日は芸能界随一の影響力を持つダウンタウン松本人志、そんな彼の言葉に救われた人物を9人見ていきましょう。1人目はココリコエンド、ガキの使いやアラヘンデンのレギュラーとして25年以上の付き合いになる2人。ガキの使いのメンバーは法政と田中、そしてライセンス藤原が松本と一緒になることが多く、遠藤は猪本と共に浜田と行動することが多いため、あまり松本との関係について話されることはありません。松本がよく語る遠藤のエピソードとしては、ココリコが前説を担当することが決まった際、遠藤が外でナンパした子を観覧に連れてきたというものがありますが、実は遠藤は松本に対して非常に感謝していることがあるのです。遠藤は2002年にタレントの千秋と結婚をし、翌2003年に娘が生まれている。その後2007年に離婚をすることになるのだが、娘とは良好な関係を築いていた。そして2015年に遠藤が再婚をすることになった際、遠藤が一番気にしていたのは娘にどうやって再婚を伝えるかということだった。当時娘は中学生で、さらに芸能人の子供ということもあり、どうやって伝えるのがいいか、どのタイミングで伝えるのがベストかと考えていた。というのも、その時すでに今の奥さんのお腹には赤ちゃんがおり、娘からしたら急に父親が再婚することになり、そして急に下に兄弟ができることになるため、自分が14、5歳の時にいきなりそんな状況になったらパニックになるやろな、と遠藤が語るように娘のケアを一番に考えていたのだ。そんな中、どこから情報が漏れたのか、遠藤の気も知らないでスポーツ新聞が大々的に遠藤の再婚を報じると、案の定娘はショックを受けることとなった。このことに対して遠藤は憤慨し、スポーツ新聞を訴えようとまで考えていたのだが、松本と話す機会があった時に全容を話すと、その時は松本もまあまあまあそやなと終わったのだが、後日遠藤がワイドナショーを見ていると、松本がその時の経緯や遠藤の思いを話しながら、こんなものね、幼児虐待やないかと思うんですよ。こんなことやってるお前たちはなんだ、すごく怒りがあるんですよ、と遠藤が思っていた気持ちを全て代弁してくれたのだ。遠藤は影響力のある立場にありつつ、矢面に立って自分の気持ちを代弁してくれている松本の姿に感動し、その後直接会った際に松本にそのことをお礼すると、皆まで言わなくていいという感じで 2,3 秒遠藤の顔を見て一言あーっとつぶやいた。今でこそ優しいイメージが定着した松本だが、昔は尖りまくっており、各方面に毒を吐き、ジャニーズなどアイドルという存在にはあまりいいイメージを持っていなかった。そんな中、2000年に松本元庵によるドラマ伝説の教師にて中井と共にダブル主演を飾ることになったのだが、もともと番組制作時も企画会議から時間をかけ、納得のいくまで何時間でも企画を練り直し、コントの際もスタジオを出たら外が明るいなんてことはザラであった松本は、不慣れな脚本執筆に追われ、他の仕事も重なり、脚本の仕上がりが遅れないように矛盾が生じることもあった。そんな時、楽屋に来た中井に台本について尋ねると、少し気になりますねと率直に答え、台本の1ページ目からラストまでの読み合わせと修正に何時間も付き合ってくれた。そんな中井を見た松本は、自身のお笑いの現場同様、こいつちゃんと作るんだ、軽い感じでやってるやつじゃないんだな、とそこから中井の印象が変わったと語っている。ちなみにこのドラマの8話が、自丸をするなというメッセージの回だったことがきっかけで、当時自丸を決意していた若井治は思いとどまり、その後芸人の道に進むことを決意した。話を戻すが、その後松本は芸能界での友達を聞かれた際に中井の名前を出すなど、2人の親交は現在でも続いており、2015年中井の父親が癌で亡くなる1ヶ月ほど前、松本と飲んでいた中井は父親が癌で長くないことを松本に伝えた。すると松本は、中井の父親とは面識がなかったが、自分にできることはないかと聞き、お見舞いに行くことを打診し、その後日程を調整し、松本の他に中井の父親と面識のあった鶴瓶とタモリも一緒に3人でお見舞いに行くことになった。当日話すことができない中井の父親が筆談で、浜ちゃんはといじるなど、1時間ほど楽しくみんなでおしゃべりをしていると、タモリが仕事があるからと先に帰り、その後鶴瓶も帰ることになった。そんな中、松本はこれまでみんなで楽しくワーワーやっていたのに、急にみんながいなくなるとお父さん寂しくなるから俺は残ると20分ほど一人残り、その光景を見た中井は、この人とお付き合いしてて間違いない人だなと松本への感謝を語った。アイドル界だけでなく、スポーツ界にも松本に救われた人たちがいます。一人は元サッカー日本代表の前園真聖です。サッカー引退後は試合解説やスポーツ番組などの仕事をしていた前園ですが、2013年に酒に酔ってタクシー運転手に暴行を加えた容疑で逮捕され、活動を自粛。翌年、自粛前に出演していたスポーツ番組で活動を再開することになり、番組の冒頭で謝罪をした前園は、スポーツ番組という性質や周りの共演者スタッフが気を使って、お酒の事件に関しては一切触れられることもなく進行していくことに内心モヤモヤしていた。しかしその後、ワイドナショーに出演することになったが、
前園の目の前に置いてあったウーロン茶を見て松本が、それウーロンハイやろといじってくれたことで、自分の口でお酒の失敗について話すきっかけができ、自身に対する触れちゃいけないという空気もなくなり、それ以来他の番組にも呼んでもらえるようになった。また野球界ではメジャーに挑戦したばかりの頃のダルビッシュも松本に救われた一人です。アメリカにいると周りは外国人だらけで、普段から英語でしか話していなかったため、なかなか笑うことがなかったダルビッシュは、日本からダウンタウンの DVD を送ってもらい、毎日それを見て笑っていたことで気持ちが救われたと語っています。そしてお笑い界の天才千原ジュニアも松本に救われた一人です。20年以上前、大阪の番組を全て終わらせて東京に来たジュニアが、東京で全く仕事がなく、この先どうなるんだろうと思っていた時、笑いの時間という番組に呼ばれたのだが、この番組は吉本の芸人20人ほどがフリートークをするもので、これがジュニアにとって松本との初めての仕事だった。そして番組の流れで話を振られたジュニアが、板尾と甲子園に行ったエピソードトークを話し番組内で受け、その後番組の打ち上げの終盤に松本が、今日板尾のあの話がジュニア一番おもろかったなと言って帰っていったのだが、松本からするとなんてことないこの一言が、ジュニアにとってはこのまま行けば東京でやっていけるかもと思えるきっかけになった言葉で、それがあったから今があるのだと未だに心に刻まれているとジュニアは語っている。また東京に来てからずっと松本と一緒にいたジュニアだったが、ある日いつもと同じように二人で飲んでいたら、突然松本にお前もう俺とおらん方がええなと言われ、それからプライベートで会うことはほとんどなくなってしまった。それから10年ほど経ち、千原兄弟が鶴瓶司会の A スタジオに出演した際、番組がその当時のことを松本に確認すると、あいつは俺のそばにいたら松本しか吸収できない、ジュニアはジュニアの世界を持ってるからあいつは俺から別れた方がいいと、当時ジュニアの才能を潰さないために会うのをやめたことを語った。その後のジュニアの快進撃は皆さんも知っての通りですが、相手を思って自ら離れていくことはそう簡単にできるものではないですよね。続いても松本の一言に救われた人物です。錦鯉の長谷川は23歳で芸人となり、それ以降30年近くバイト生活を続けてきました。相方の渡辺もダウンタウンに憧れ、君もダウンタウンになれるというチラシを見て NSC に入ったにもかかわらず、初日に君はダウンタウンにはなれないよと言い放たれ、その後吉本を辞め事務所を移ることに。そして共にピン芸人として活動していた2人は同じ事務所に所属していたこともあり、2012年に錦鯉を結成。この時すでに長谷川は40歳で、実は芸人を辞めることも考えていたが、渡辺に声をかけられてコンビを組むことになり、長谷川が50歳の時に念願の M1 優勝を果たした。それまではトロサーモンの2人の38歳が最年長優勝記録だったのだが、ぶっちぎりでの記録更新となり、苦労人の2人が優勝した際は審査員だったナイツの花輪やサンドウィッチマンの富澤も目頭を抑え、 M1 史上最も芸人から祝福されたコンビとなった。そんな長谷川は松本の魂は年を取らないという言葉を胸に努力を続け、今やブレイク前のおじさん芸人の希望の星となっている。松本の言葉に救われた M1 王者はまだまだいます。2022年に優勝したウエストランドの井口は、悪口ネタに関して否定的な意見も多い中、2020年に M1 に初出場。その時は9位に終わったのだが、審査員の松本からもっと指してほしかったと言われたことで、この方向性でもっと研ぎ澄ませていけばいいんだと確信することができ、2022年の優勝につながったと語っている。さらに2015年 M1 王者のトレンディエンジェルの斉藤は、歴代の M1 王者が審査員を務めることとなり、松本が審査員から外れた年に優勝したことに対し引け目を感じ過ごしていたのだが、たまたまトイレで松本に会った時に、 M1 はその日一番おもろいやつを決める大会やからなと言われ、それがすごく自身の中にストンと落ち、そこから引け目を感じることなく漫才を楽しめるようになった。最後のココリコ田中も松本のおかげで仕事に邁進できるようになった人物です。お笑い以外にもマルチに活躍する田中は、俳優の仕事や動物図鑑の監修などお笑い以外の仕事が増えてきた頃、ちょうどジップに声をかけてもらったタイミングで松本と飲みに行くことがあり、お笑い以外の仕事が多いこと、それらが自分に務まるのかという悩みを松本に相談した。すると松本から、そんなん考えんでいい、田中のいいところは目の前の一つ一つの仕事を一生懸命にやること、お前は身の丈に合った仕事をいつもしている、自分の体のサイズをちゃんと自分で分かってて、ちゃんと仕事という服を自分の判断で選べてるから気にするな、ジャンルとか思った通り仕事してけばいいんちゃうと言われ、この言葉が自信となり、ジップや役者業など様々な仕事に邁進できるようになったと語っている。いかがだったでしょうか。まだまだ他にも松本に救われた人物がいるので、今後も取り上げていきます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また皆さんの好きな松本のエピソードがあればコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。